本日は北浦湖畔荘おかみの山野恵美子さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速なんですけれども、旅館の周り周辺などで観光スポットやおすすめの場所などございましたら教えてください。はい、我が国第2位を誇る、はい、湖の霞ヶ浦です。大きいですよね。ですね。はい、はい、毎年7月の末からですね、はい、ワカサギ漁が解禁となります。はい、はい、でそれに伴って、観光の帆引き船が、操縦されるようになります。毎週週末なんですけれども、はい、観光のお客様向けに湖を帆引きが上がって、とても大きい白い帆引きなんですけれども、はい、湖上の花とも言われるほどとても優雅な姿です。あとはやっぱり11月までということなんで、秋ですとその、周辺の紅葉とかも一緒に楽しめるということですよね。そうですね、鹿島神宮さんの方までちょっと足を伸ばしていただければ、はい、森の中ですごく広葉樹などもございますので、はい、合わせてお楽しみいただけるかと思います。やっぱり日本2位の霞ヶ浦、はい、ぜひ皆さんね、その行ったからには帆引き船ですよね。そうですね、はい、ちょっとこの時期7月から11月まで、はい、いろんな方、どのような方がやっぱり多いですか？ご家族連れとかが多いんですか？そうですね、客層といたしましては帆引き船が出るところに、霞ヶ浦のフレアイランドっていう、はい、水の科学館ですとかそういうのも併設してございますので、まあ、生涯学習の一環としてもとても勉強できるところですから、はいはい、小さいお子様から、はい、ご年配の方まで、楽しめる場所です。それではですね、旅館のご紹介をお願いいたします。はい、はい、当旅館はですね、はい、自家源泉を持ってございまして、はい、琥珀色の天然温泉なんですね。琥珀色、はい、とても透明感がある、はい、茶色いお湯なんですけれども、美肌効果にも優れてますし、はい、あと保温効果も高いですので、まあ、女性の方にはとてもおすすめの温泉です。はい、そうですね、女性ぜひ足を運んでほしいですね。はい、その他お食事などはどのような食材を使われて、はい、提供していただいているんですか？はい、やはり地場のものをご提供させていただいております。はい、霞ヶ浦がございますので、はい、湖で水揚げされるワカサギ、川エビ、シラウオなどとても栄養価の高い、小魚ですね。はい、川魚をいただくっていうちょっと食文化をこれからも継承していきたいなって考えてますので、はい、ぜひ多くの方に召し上がっていただきたいと思います。はい、そうか、その川の幸以外にも地元の食材などを使っての何かお食事とかってございますか？はい、最近なんですが、はい、とても行方市っていう大地は肥沃ですから、さつまいもが、はい、たくさん取れるんですね。はい、有名ですよね。でそちらの一応加工品として、はい、紅黄金というさつまいもを使いまして、はいはい、芋焼酎を開発いたしました。これはもう今年できたばかり。はい、そうですね、一応商工会さんたちが、はい、職員さんたちの力添えでですね、行方市の米麹も、はい、合わせて、はい、醸造されたそうで、とてもこだわり抜いた商品に仕上がっております。温泉に入って、はい、紅黄金の芋焼酎を飲んでという流れですね。はいはい、とても川魚にも合った、はい、ね、お酒です。はい、では最後に視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします。はい、はい、一度霞ヶ浦の方に、足をお運びいただきまして、水辺の風景のありがたさや、どこか懐かしい
田舎の風景などをご覧いただきまして、ゆっくりとした時をお過ごしいただきたいと思います。どうぞ皆様でお越しいただけますようお待ち申し上げております。